僕は二度親友を殺した。おい助けてくれ。今から松井を殺すよ。親友の命を奪った恭平。私高校の時一度殺された。かけがえのない命を守れなかったユキ。壊れかけた二つの心をつないだのは。遺品整理ってもな、荷物を片付けるだけじゃない。遺族が心に区切りをつけるのを手伝う仕事だ。体液が流れて下もこんな感じだ。遺品なんかいりません。あなたに何がわかるっていうの。死のうと思ったけど生きてる。大切なものが見つかるかもしれません。生きるっつうことはさ、すっごく恥ずかしいことだ。関係なくないだろ。全部あの時の命なんだ。ちゃんと生きたい。これは明日へ希望をつなぐ命の物語。元気ですか。あの時の命。私は彼と出会ってもう一度生きようと思った。僕は二度親友を殺した。今から松井を殺すよ。心を壊した二人が出会ったのは命が失われた場所。死のうと思ったけど生きてる。明日へ希望をつなぐ命の物語。関係なくないだろ。ちゃんと生きたい。あの時の命。元気。